家の中でそれをやっちゃおしまいよっていうことがあるんですけど、それをするからお金がたまらないっていうのがあるんですよね。こんにちは、矢野慶三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。ところでね、矢野慶三チャンネル、サブチャンネルやっていますけども、こちらでね、お金を生み出す家っていう動画がかなりね好評でですね、たくさんの方に見ていただいております。こちらね、お金を生み出す家、よかったらこのサムネイルの動画ぜひね、ご覧くださいね。概要欄にねリンク先貼っておきます。よろしくお願いします。はい、ということで今回の話もそのお金、資産性に関わるところもつながるんですけども、タイトルはこちら、大出費注意ということで、お金がたまらないのは家の〇〇に原因がありますよって話を今日はしたいというふうに思うんですよね。実際ですね、お金が貯まりやすい家と貯まらない家っていうのはこれね、確実にあるというふうに私は、捉えているんですけども、なんでねこんなに違うのかっていうことがあると思うんですよね。そこでですね、今回のこの動画を見ていただいたら、お金が貯まらない家の特徴とね、その対処法が手に入りますので、最後までご覧ください。そして動画の一番最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますのでお楽しみに。そしてね、今ね、発売させていただいている開運ハウス、この開運ハウスのね、後書きのところにですね、QR コードがあって、それをね、申し込んでいただくと今プレゼントが手に入りますので、ぜひね、手に入れてみてください。ということでね、今、全国でも出版記念講演会もやっております。よかったらね、それも概要欄に貼っておりますので、それもね、合わせてご覧ください。そしてもう一つだけお知らせ、矢野慶三公式 LINE、 普段やっていてですね、こちらで5本の動画をプレゼントしております。概要欄にですね、リンク先ありますので、それもね、よかったら友達申請してみてくださいね。ではですね、ちょっとお待たせしました。その1からいきましょう。まずはね、丸々を整えるって話からしたいんですけど、これね、実は金運の要はって言われると、これ丸々何が入るかなと思うと、これ多くの方が玄関と思うかもわからないんですけど、実はね、玄関ではなくて寝室なんですよね。寝室がですね、金運の要なんですけど、これね、特に日本人なんですけども、慢性的な睡眠不足になっている方が非常に多いんですよね。そしてね、結局慢性的な睡眠不足になると脳が働かなくなるんですけども、この脳がね、本当にね、こう自分の中でさーって気持ちよくね、クリアに動くようになっているかどうかっていうのをチェックしてほしいんですけど、どちらかというとぼーっとしてしまっている人が多いっていう感じなんですよね。そしてね、金運っていうのは基本的にクリアな脳の状態のところに来やすくなるっていうんでしょうかね。頭脳がね、しっかりと回るところに金運っていうのもいい流れでやってくるということが起こりやすいんですよね。なのでね、ここでまずは金運と関係なさそうに思うかもわかりませんが、できれば7時間半以上ぐっすり眠る環境を整えるってことをやってほしいんですよね。本当にね、この辺がね、ぼーっとしてるとどん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 いろんな人に騙されたりとか、いろんなことが起こって、どんどん大出費につながる可能性本当にあります。気をつけてほしいんですよね。なので、具体的にやってほしいのは、他の動画でもですね喋ってるんですけども、簡単に言うとね、とにかく真っ暗にして寝れる環境を作る。そして電磁波の関係をね、しっかりと対策をする。そして寝る前に感謝しながら寝ると、脳がクリアな状態で寝て、睡眠もね深くなって脳の疲れが取れやすいということがあります。そして湯船に浸かってから寝る、これもね熟睡できる方法の一つ。そして最後はね、部屋の温湿度調整、これらもね、この5項目をしっかりすると、快眠できるようになると思いますので、ぜひね取り組んでみてください。そしてその時、その2です。その2はですね、家を雑に扱っているっていうのもね、これね大出費につながるんですけど、例えばね、照明が切れたっていうのをそのままにしてる、これも雑な扱い方なんですけども、それ以外にも部屋のね扉を開け閉め、バタンという大きな音を出して閉めるとかですね、あとはですね、もうイライラしたものを投げすぎて壁が傷ついたりとかですね、結局ね、 あとはねこれもそうなんですけど、家の悪口をよく言っている、こういったことをするとですね、実はどんどん家がね傷んでいく原因になるんですよね。なんで家の愚痴を、悪口を言うとね、家が傷むのかっていうのはですね、どんどん家にネガティブなエネルギーがこもってきて、これね最後の話につながるんで、そこでも言いますけども、とにかく家を雑に扱えば扱うほど家の修繕費っていうのがかかってくるんですよね。これ当然なんですけども、この例えば照明なんかもですね、切れた状態でやってると他のところまでね、故障する原因になったりとか、いろんなことが起こったりするわけなんです。なのでね、ここではしっかりとね、意識してほしいのは、愛情を込めて家をね丁寧に扱っていくということをしてみてくださいね。本当にね、莫大な出費、家の修繕費とかね結構かかったりしますからね、気をつけて扱ってあげてください。そしてその次、その3で、その3はですね、家の西方位で〇〇をついている、これ〇〇餅でもつくんでしょうかね、何でしょうか、家の西方位、これね金運につながる方位だと言われてるんですけども、もちろんね、この西方位は、金運につながるということもあってですね、
綺麗に整えてもらうことは当然のことだということで、しっかりと整えていただくことで金をね下がらないようにしたいんですけども、さらにね意識したいのが丸々をつかないことということで、一体これは何かと、さっき餅って言ったから頭の中に餅のイメージがつけすぎてるんですけど、ここで何をついてはいけないかというと嘘なんですよね。家の西方位で嘘だけはね絶対つかないでくださいねっていうことなんですけども、というのもね特に西方位と嘘っていうのは相性が悪すぎてですね、金運をどんどん下げていくっていうことを起こします。とにかくね嘘っていうのは信頼関係を失う、人間関係のトラブルにもつながりますから、ぜひねそういうリアルな意味でも本当にね気をつけていただきたいことなので、まあ基本的には嘘をつかないっていうことがポイントなんですけども、特に西方位でつくとですね、まあ大凶になっていきやすいというふうなイメージを持ってくださいね。はい、そしてその時その4です。その4にようやく玄関が出てきましたけど、玄関に〇〇がある、これ何が、あるか、これ一言で言うと玄関に〇〇とするものがあると NG だっていうふうな言い方をするんですけど、一体これ何かというとですね、ギョッとするものっていうね、〇〇〇だったかも分かりませんが、ギョッとするものっていうのがね、あると良くないということなんですけど、結局一体何かというとですね、玄関に、訪れた人から見てギョッとしてですね不快に思うようなものがあると、そのね家っていうのはどんどん人が離れていくっていうことが起こります。金運っていうのは人の感謝が連れてくるっていうところがありますからね、そこから考えるともう金運はどんどん下がっていって、そして逆にね出費ばっかし重なるというふうなことが起こってくるわけなんですよね。なので、とにかくですね玄関の整え方のポイントは、人から見てギョッとされるようなものを置かないようにするっていうことがポイントです。よくねドライフラワーがダメなんですかとかいう話があったりしますけども、綺麗で可愛いドライフラワーであれば誰もギョッとしませんよね。ですけどもうなんか干からびた、なんかもう枯れ果てて怖いみたいなドライフラワーとかはギョッとするかも分かりませんから、そういったものは置かない方がいいということで、その辺はね、訪れた人から見て快か不快かというところからぜひね、考えてみてください。そして最後その後、これはですね、目に見えにくい世界の話なんですけど、ネガティブが蓄積された部屋っていうのがですね、実は 金をどんどんダサ下げするっていうところがあるんですけど、というのもねこの幸運住まいチャンネルでよく話をさせていただいてるんですけど、その部屋でよく感じる感情がねどんどん蓄積されていく傾向があるんですよって話をねよくしております。例えばいつも喧嘩している部屋みたいなのが、例えばリビングとかダイニングだったらですね、そこにはイライラとか悲しみの感情が蓄積されていってですね、そこに行くといつも悲しく感じたりイライラしたりするということが起こったりしやすくなるということなんですよね。なのでここで気をつけてほしいのは、このイライラとか悲しみを、ね、いつも感じていると感情に振り回されやすいんだということなんですよね。でここでね知ってほしいのが、感情に振り回されるっていう状態がね普段から続いていると人間関係のトラブルに必ずなるということがあります。そして人間関係のトラブルが起こるともう信用貯金みたいなものがだだ下がりするっていう感じなんですよね。逆に、ね、訴えられて、そしてそこからね大出費につながるみたいなことも本当にありますから、この家の中でネガティブな感情ばっかし感じて、感情に振り回されるということをね本当にしないように気をつけてみてください。なのでねここでやりたいのが、ネガティブな感情をね、その部屋の感情をキャンセルさせるってやつなんですけども、これもね効果的なものとしてはよくね取り上げさせていただいているもぐさとかホワイトセージを炊くってことをやってほしいんですよね。もぐさはね、あなたの街中のドラッグストアとかに売ってると思いますし、ホワイトセージはですね枝付きの葉っぱがですね、インターネットの、ね、通信販売とかで普通に売っておりますので、どちらかを手に入れてやってみてください。私はどちらかというとホワイトセージ派なんでですね、インターネットで購入してよくねつけて、やったり、しています。はい、ということでね、すぐにねよかったら、購入して試して実感するということをやってみてください。随分とね感情に振り回されなくなる自分を感じれるというふうに思います。はい、ということで最後にまとめをしておきましょう。まずはね一つ目は、悪劣な、睡眠環境が本当に脳をねダメな状態にするので、しっかりと眠れる環境を作るということを意識してください。そして二つ目はね、家を雑に扱っているとこれ当然のことなんですけど、家の修繕費が莫大にかかってくる可能性があります。気をつけてください。そして三つ目ね、西方位での嘘っていうのはものすごく相性が悪いので、基本的に嘘をつくっていうことは良くないんですけども、さらに西方位で嘘をつくと、どんどんお金が出ていってしまいますよということが起こります。そして4つ目はね、玄関にギョッとするものはね置かないようにしよう。これね合言葉にしてください。玄関にギョですよ、いいですか。玄関にギョッとするものを置かない、これがね玄関の整え方で一番分かりやすいフレーズかなと思います。そして最後はね、部屋に蓄積したネガティブ感情をキャンセルすることで感情に振り回されにくい人間になるということをねぜひやってみてくださいね。
はい、ということでね、実践できそうなところは実践して、ぜひね、実感してみてくださいね。そして最後にもう一度お知らせです。私はですね、矢野啓造公式 LINE というのをやっていて、ここで例えばトイレで金運幸運をね、引き寄せる方法という動画をはじめ、残り4本の動画をプレゼントしております。概要欄の上の方にリンク先がありますので、そこからね、友達申請ポチッと押していただくと、すぐにあなたの LINE にですね、この動画が届きますので、ぜひご覧ください。そして私は公式 LINE 以外にも、アメブロではこぼれ話、 Twitter で日々の気づき、メルマガで家づくりに特化した情報、そしてボイシーで言いたいこと言いまくるということをやっております。すべて概要欄の下の方にリンク先がありますので、ぜひフォローをお願いいたします。それでは最後にご質問にお答えするコーナーですということでね、今日のご質問者の方はこちらですね、ハトアネゴさんかな。はい、部屋が汚くてもお金持ちというコメントを時々見かけるけど、それってなぜなんだろう。詳細があって、稼げているから、ただ家族関係が良くなかったりするのはあるかもと、あと掃除はあくまでも基本中の基本であって、それだけではお金持ちになるというわけではなく、そのベースなんじゃないかと思いますということで、これね、ハトアネゴさんのような感じのコメントをいただく方、非常に多いんでね、今回取り上げさせていただいたんですけども、お金持ちでも部屋が汚い人ってもちろんいるんですけども、ただね、部屋が汚れているということ自体がどれだけ自分の人生の充実感を落としてしまうかということなんですよね。結局お金持ちの中にも幸せなお金持ちと不幸なお金持ちっていうのがいてですね、幸せなお金持ちの人たちは部屋もきっちりと整えながら、ビジネスもプライベートも充実させている人たちなんですよね。そしてこのコーンスマイチャンネルでは、幸せなお金持ちの方になっていくような、そういうイメージを持っているので、部屋が汚くても家族がバラバラでもお金が儲けれればいいというふうな不幸なお金持ちの話はね、していないようなところがあります。なのでね、ハトアネゴさんが言ってるように、部屋が汚れていてもお金は稼げれるというところがあったとしても、それが幸せにつながってるかどうかは別だと、そんな捉え方をねしてみてください。そして家の中をね、片付けるという、掃除をするというふうな感覚の中で養いたい心というのがあってですね、その心の状態がお金がどんどん集まってくる人たちの心の状態のベースに近いところがあるということもね、実はポイントであって、なのでね、そういった意味でも、基本中の基本というふうな捉え方で、いいというふうに思います。はい、ということでね、いい質問だったと思います。ぜひね、こういう意識でやってみてください。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日になることを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。